永遠の感動。平野章、過去との対峙でエムステに再び登場。ファンの期待を超える衝撃の姿。ナンバーアンダーライン愛がエムステに初出演するというニュースが、ファンたちにとっては朗報となりました。この驚きの発表は、過去の悲しいお別れや不安を吹き飛ばすものでした。数々の思い出や期待が、 新たな舞台で再び蘇ることを信じて、ファンたちは興奮を隠せません。かつて、エムステの舞台での再会が遠い夢と感じられるほどでした。平野くんの手が震える姿や、他のメンバーたちの寂しそうな表情が、視聴者たちの心に深く刻まれました。しかし、驚くべきことに、再会の時は思った以上に早くやってきたのです。 ナンバーアンダーラインアイがついにエムステに初出演決定しました。このニュースに多くのファンが興奮しています。特に元キンプリの3人とウエスト、トゥエンティエスセンチュリーとの共演はファンにとって待ち望んだ瞬間です。CDTV ではトラビスジャパンがナンバーアンダーラインアイに対して歓声を送りました。所属は異なっても 10代から続く友情は燃えています。ウエストのシゲオカ君は、何金で賞賛と共演しているので、自然な形で絡んでくれることを期待しています。このような切磋琢磨の中で、みんなが表現者として幸せになることを願っています。ゴートや富士といった楽曲のパフォーマンスを、エムステで見ることができるという事実は、ファンたちにとっては本当にありがたいものでした。 これらの曲はパワフルで魅力的であり、新しい舞台でどんなパフォーマンスを見せてくれるのか、ますます楽しみになります。しかし、一部のファンは過去の思い出を振り返りながら、M ステでのナンバーアンダーライン愛の姿を待ちわびています。過去の別れや寂しさの中で、今回の出演がより一層楽しみになっています。しかし、この興奮は同時に、 新たな興味と関心を呼び起こします。1年前、誰もが彼らがテレビでこんなに早く見られるとは想像していませんでした。それだけに、今回のエムステ初出演は喜びに満ちています。そして、ゴートや富士といった2曲の披露は本当にありがたいことです。これらのパワフルでかっこいい曲のパフォーマンスにファンは大いに期待しています。 しかし、これだけではありません。旧ジャニーズの出演者もいますが、時代の流れと共とに、彼らも切磋琢磨し、上を目指してほしいと願っています。そして、パフォーマンスを楽しみにしています。また、平野翔くんの姿を思い出すファンも多いでしょう。彼の緊張した顔や手の震え。 そして一年も経たずに再び同じ番組に出演することに対する彼の感情は多くの人々に感動を与えました。この興奮と感動に加えて地元の話題や注目のグループの曲など様々な要素がナンバーアンダーライン愛の m ステ出演に関連しています。そしてファンは彼らのパフォーマンスを見ることを楽しみにしています。しかし、この喜びの中には 過去の絶望感も混ざっています。一年前の出来事がまるで昨日のことのように鮮明に思い出されます。平野くんの緊張した表情や涙を絶える姿がファンの心を打ちました。それだけに再び同じ番組で彼らを見ることができるという事実は本当に喜ばしいものです。そしてファンたちは新たなパフォーマンスに対する期待と興奮を高めています。 彼らがエムステの舞台でどんな魅力的なパフォーマンスを見せてくれるのか、その想像だけで胸が高鳴ります。また、地元の話題性にも注目が集まっています。ソーシードッグのボーカル石原慎也くんや思いのたけのメンバーは島根県松江市出身ということで、地元のファンたちにとっても彼らの出演は喜ばしいものになるでしょう。さらに、 今回の出演によって彼らのファン層がさらに広がることは間違いありません。これまでテレビで見る機会が限られていた彼らのパフォーマンスが新たなファンを魅了し支持を集めることでしょう。最後のエムステで彼らが放つ新たな魅力に期待が高まります。ファンたちは彼らのパフォーマンスを通じて新たな感動や興奮を味わうことができることを心待ちにしています。 新たな舞台での彼らの活躍を心から応援しています。そして、これからも彼らのさらなる成功と成長を願っています。最後に、皆さんに質問です。あなたが最も楽しみにしているナンバーアンダーライン愛のパフォーマンスは何ですかそして、どんな新たな魅力やサプライズが待ち受けていると予想しますか